鴨モ古墳鴨モ古墳の一鴨モ古墳は、福井県小浜市鴨にある古墳2期の総称。福井県指定史跡に指定されている。福井県南西部、小浜市北東部の鴨地区に鎮座する鴨神社の北側山麓に築造された古墳である。一帯では山麓、尾根状に二十数基からなる鴨モ古墳群の分布が知られ、そのうち代表的な古墳である鴨北古墳。 鴨南古墳の2基が合わせて鴨古墳と通称される。北古墳、南古墳の2基の墳丘はいずれも大きく破壊を受けているが、二段築成の円墳であったとみられ、吹石、埴輪は存在しなかったと推測される。主体部の埋葬施設はいずれも巨大な石室都市、特に北古墳の石室は、若狭地方では最大規模になり、若狭の石舞台とも称される。 ただし、いずれも洞窟にあっているため副葬品は明らかでない。石室の様相などから、これらは古墳時代後期の6世紀後半マイナス7、世紀初頭頃の築造と推定される。2期の古墳域は1959年に福井県指定史跡に指定されている。北古墳、南古墳の主体部の埋葬施設はいずれも横穴式石室で、 北古墳は両袖型で南方に開口し、南古墳は片袖型で南方に開口する。石室の規模は次の通り。北古墳かも南古墳石室開口部南古墳。ありがとうございます。